トルライフハウグ、同ノルディック複合で3度優勝とともに、ホルメン高連メダルを受賞している。ハウグは1926年のノルディックスキー世界選手権にて、ノルディック複合銀メダルを獲得している。ハウグは、ブスケルケンドランメンシュトリエルの中間にある、ビベルスタ・ビベルシュタットという谷で生まれ、6歳頃、アークバイラに移り住んだ。 ドランメン氏のダラフンスキークラブを代表する選手だった。ハウグが所属していたスキークラブでは1966年から彼の名を冠した記念レースを開催している。このレースはゲイサス村からドランメン市まで走るが、途中、アークバイラーにあるかつての自宅周辺を通るようにコースが設定されている。1934年、肺炎のため40歳で死去。ありがとうございます。